ってたら、時間経ってたらあれだけど、来なかったわけだから24時間エフェするってこと。24時間絶対無理だな。最近そんなに長時間やらなくなってきたからな。めっちゃ前より長い方かもしれないけど、前よりかしなくなってきた。前はなんか毎日長い時間って感じだったけど、最近なんか何日かに1回長くするみたいな。うん、一緒にやる人か。そうだね、弟と確かに同じくらいのランクの人とやってたらいいのかな。弟ちょっと上だからな。あ、弟今やってるじゃん、オンラインなってるわ今やってるわ、弟エペやってるわ。今ランクなんだろうね、わかんない。こないだやった時何日か前、いつだっけ、おととい、おとといやった時ゴールドの3だった。そう、なんかあのスイッチだからさ、このフレンドのこのオンラインとかが見れるんだけど、いつやってる今。模様替え、模様替えしてないよ。椅子置いたぐらい ずっとランクやってる。カジュアル最近1個もやってないよ。ランクしかやってない。生誕って、いや生誕じゃない、違いますね。ちょっと毎日のようにゲームしてるからな。多分弟、妹じゃないと思うんだよね、これやってるの。妹も同じさスイッチでやってるから、どっちがやってるとかわかんないんだけど、多分弟多分うん、めっちゃやってる。ゲーミングチェア、ゲーミングチェア買ったの。これね、ゲーミングチェアじゃないんだよね、普通のデスクチェアみたいな、ゲーミングのやつではない。ああいうやつじゃない。ゲーミングチェアは横幅が大きいから入らなくて、ゲーミングチェアじゃないやつ買った、普通の椅子あるけどね、こういうゲーミングチェアも。これはちょっと違う。あ、ドラマ見てないや、忘れてた。あ、え、見たっけ、あれ。途中まで見てたかな、なんか続きのやつ。なんかね、見た記憶あるんだけど、まあいっか、全部見てなくてもまあなんとなくわかるかな。え、なんか途中まで見た、でも全部その話を見切ったかは覚えてないんだよね。覚えてないよ。まあいっか。
でもなんかね、ちょっとは見た記憶あるんだけど、その全部最初から最後まで見たかがわかんない。途中までな気もするけど、なんか最後まで見た気もする。わかんないし、ちょっと覚えてない。まあいいや。T シャツ M サイズ。よく着るよこのサイズ感の T シャツ。うん、今日黄色い T シャツ。黄色着ない普段。これ初めて着た。いや、半袖、長袖じゃない。あ、テレビね、録画もできるんだけど別に。でも録画してもね、見ないんだよね結局。録画して見ないの。意味わかんないよね。録画して結局見ないから、TVer で見てて。 TVer だったら1週間で見れなくなるから見なきゃってなるけど、録画だったらね、見ないんだよね録画して。それで、そう、今度見ようと思って見ないの。そうだから録画してない。前までしてたけど、いろいろ録画ドラマとかやってたけどやめた。そう、今度でいいやと思って、録画いつでも見れるしと思って、結局見て、結局見ないからさ。見ないで消し、いや、もう消しもしない、どんどん溜まっていて、あ、やばい、録画できなくなるで見る。それで見る。フェイテキャッケで一焼きそば調べてみたけどなかった。嘘、え、ありそうだけどな。え、ありそうだよ、わかんないけど。焼いて駅の中に焼いてるの、あれ焼きそばは売ってるとこあるけど、ひた焼きそばではないのかな。もう一体駅、あ、売ってた。ありそうだけど、これはなんか出てきたよこれ。あ、でも南大分駅一応違うのか。確かに、どこ磯場はあるけどってことなのか。ありそうだけど、わかんないや。あんま後で一焼きそば食べたことないからそんなに。わかんないな。あ、これなんか来ない。一焼きそば専門店って書いてあるよ。あ、でも閉店したって書いてある。ごめん、誰だった。7月25日閉店してた。あら、違った。南大分にはあるみたいだけど、南大分って、ちょっと出ないんだけど、ちょっと待ってね、遅いな。でも遠いか。確かに、
絶妙な、フルゴと南大分の中間ぐらいにあるのか。確かに微妙に遠い。酒飲んだりします。お酒まだ飲めないです私私まだ飲めないんです。あとちょうど2ヶ月後だね。2ヶ月後誕生日なんで2ヶ月後に飲めるようになる。飲めない。ありそう。普通の焼きそばは売ってるとこあるんだよね。それ知ってるんだけど、駅中に。あでも一焼きそばじゃないだろうね、出てこないってことは。調べてるから。お店の名前、あれ打ちにくい、このスマホ文字が。メニューが見たいんだけどな。メニュー、うん、うん、あ見づらい、これ携帯が。メニュー、あこれのメニュー、あーないね。確かに中津唐揚げならあるけど焼きそばはないかも。あんまねお店食べたことないんだよね、焼きそば。その祭りの屋台とかでしか食べたことないんだよね実は。お店で食べてみたいと思うんだけど、もう食べたことない。今日は普通に24時まで配信するつもりでいる。ご当地グルメ、日田焼きそばはご当地グルメだね。大分のご当地グルメ、日田市の。新しいショールームイベントある。新しいショールームイベントは分かんないけど、先月から始まったやつが毎月予選みたいな感じでやってて、9月もあるよみたいなやつがあるかな。そうピスの10月が2回だったかな、中旬と下旬でみたいな。じゃあだっけ、確かそうだったはず。8、9、10であったはず。書いてたはず。それうん9月、10月が2回。そう、姉妹グループもいる。イケビだけじゃない、ホテルグループ。そうあれ予選決勝がある。またそのエペもこの椅子でしてるよ。この椅子座って前までは普通に椅子なかった時は座椅子があったから座椅子に座ってやってた。カーペットの上で。温泉もしろ、温泉ちょっと待ってね、ちゃんと見てた。イベントのページ
多分ね書いてあるんだけど、ちょっとそれ見ないと分かんないわ。うん、あれ。うん、そうじゃん、そうなんじゃないかな、多分だけど。このランキング2名の決勝に進出。え、そういうことなんじゃないかな、ショールームで当たってことじゃない、多分。多分あるんだと思う、決勝が。またその最終的な、この最終審査はショールームじゃないけど、レッドがあるわけじゃないけど、レッドページ今も見れる。なんかね、終了済みのところにあるよ、イベント1の終了済みのところ、結構下の方に。またまだ見れる。変えるってことだよね、カスト。多分そういうことかな。多分そう、終了済みのやつから見てた、ページから。ジンギスカン、ジンギスカン食べたことない気がする。あるかな、わかんない、多分ない。多分ない気がする。北海道行きたいんだよね。北海道行ってみたい、いつか。いつか行きたいな。いいけど、北海道行って食べたいものがいっぱいある。食べたいものと、なんか買いたいものが、お土産とかいっぱいある。いつか行ってみたい。東北一個も行ったことない、どこもない。これから美味しいものだらけですよ、北海道。確かに、これから、確かにね、冬の時期、北海道美味しいものいっぱいあるよね。いいなぁ、行きたい。東京の前に北関東、北関東、あ、確かに。北関東？え？北関東？北関東ってどこら辺？群馬と。いや、埼玉行ったことあるよ。お披露目埼玉だった。埼玉は数回ぐらいだけど行ったことある。茨城もある。あ、栃木ないわ。茨城多分1回だ。茨城ん、あったっけ、ちょっと待って。
茨城はあるか、うん待って、いや埼玉あるでしょ、茨城もあった気がするんだけどな、群馬と栃木はないの、わけなかったっけな、一回だけあるような気がする、お仕事で行ったの茨城だったよな、気がするんだけどちょっと微妙だわ、千葉だったかな、いや茨城な、わかんないよ、一回だけね、そう一回だけ行ったことがある気がするけど、多分そこ茨城じゃなかったっけな、なんか地図見てあここ茨城なんだって思った記憶がある、地図のアプリ開いて分かんないけど、確か私の記憶が合ってるわ、覚えてないや、でも多分1回ぐらい、何年も、いや今年今年でも入ってすぐくらいだったかな、覚えてないよ、いつだっけなあれ、今年3月ぐらいじゃなかったっけな、そんぐらいだった気がするけど、いやでもね、ここが何々県何々市ですって言われたわけじゃないから、そ自分で地図見てあここなんか茨城なんだって思った記憶があるんだけど、もしかしたら千葉だったかもしれない、覚えてないや今年なんだけど、え、どこだったっけな、こっちの携帯じゃ妙にも見れないしな、わかんないわ、この配信してる方の携帯じゃないと、でも茨城な気がする、でも東北はまだ行ったことないよ東北、でもね、意外と中部もない、全然愛知とかはあるけど、福井もあるのかイベントで、でもその1回だけかな、多分石川岐阜富山長野ない、静岡もない気がする、全然ない、四国はね、四国、四国あれ、あれってはね、ツアーで、そんぐらいか、ツアーで行ったの、あ、そう、徳島、香川行ってみたい、香川、うどん食べたい。うどん好き、愛媛も行きたいね、愛媛、あの蛇口からさジュース出るやつ、みかんジュース、普通でしかない、四国意外とないんだよね、私いろんな県行ったことないんですよね、あんま、四国どうだった、四国どうだった、徳島ツアーでしか行ってないからね、徳島ツアーで、徳島一回しか行ったことなくて、そんなになんかどっか食べ歩いたってわけでもないし、お土産ちょっと買って帰ったぐらいだからな、そんななんか観光したわけでもないから、お土産買って帰ったぐらいかもしれない、
山村県にあけどけど茨城、いや違う、それは違う、それはね茨城じゃないよ、うん、北海道行った、北海道行ったらイクラが食べたい、サーモン、海鮮、海鮮が食べたい徳島ラーメンはね食べてない、なんかで買って帰った、お土産で自分で茹でるやつ、あれ買って帰ったかな、食べにはいけなかったけど、食べたいねって話してたんだけど食べにはいけなかった、多分。うん、ね、北海道行ってみたいや、東北行ったことないから。島根もね行きたいって言ってるんだけどね、そういつか分かんない、いつ行けるか、島根行きたいって言ってもそう、ひなこに名もないって言ってる島根行ったらあれだな、イオンだな、島根のイオンひなこが言ってた前に、島根何があるのって言って、イオンと出雲大社ひなこが言ってたから出雲大社も行きたいけど、ね、島根行ったことない私、シンデコのシジミ、あ、シジミ有名って言ってたの、確かシジミ島でね有名って、行ってみたいけど、行ったことないとこ行ってみたい、九州も宮崎唯一行ったことないから、宮崎でも沖縄も行きたいや、沖縄行ったことあるんだけど結局なんかお土産だけ買って帰ったぐらいだからさ、本当に総選挙の時なんだけど行ったのが、台風が来ててすごくて、そう何もできなかったしみたいな感じで、どこも行ってなくって、結局多分お土産買って帰った感じ帰りに空港でそのぐらいだからな、海も見たんだけど、そう風が強い強風の時だった、綺麗ではあったんだけどさ、そう多分もうちょっと晴れてたらもっと綺麗だった、もう一回くらい行きたいよ沖縄、制覇してないよ九州、行ったことないとこ普通にある、海ぶどうは食べたことある、美味しいよね海ぶどう、海ぶどう好きだよ、今年中に一箇所、行くかな行かない気がするな、プライベートだったらで今年言ってだってもうあと、あと3ヶ月、早っ、3ヶ月で今年が終わっちゃう、4ヶ月か、間違えた、4ヶ月か、早いね、
ずっと行かない気がするけど。ジーマミと、あー、それ食べたことある。なんかその沖縄料理のお店で食べた、東京で。沖縄行ってじゃないけど。あと3ヶ月、私あと2ヶ月なんだよね、あと2ヶ月。1ヶ月多い、あと2ヶ月って話。ちょうど2ヶ月。家から出なさい。いや、なんかさ、その旅行の計画とか立てるのはすごい楽しいさ、なんかそういうここ行ったりしてみたいな、なんかいろいろね、こうチケット取ったりとかまでは楽しいんだよ。そういざさ近づいてきてさ、その荷物の準備とか行くっていうのがめんどくさくない？わかる？わかるかな。え、行ったら楽しいし、そう、え、行くまでがめんどくさいんだよ。そう、そう、予定立てるのも楽しいけど行くのがね。それまではめっちゃ楽しいんだよね、予定立てたりするのも。チケット取るのも全然取るしやるんだけど。行くのがめんどくさい。そうなの。え、でも行ったら楽しい、行ったら楽しいけどね。そう、帰るよりもあれだね、行く方がめんどくさい。行く時の方が、あ、もうそろそろかみたいな、何日後かみたいな。そう、なんか計画立てるのは楽しいし、そう、準備するまでは別にいいんだけど、なんだろうね、そう、行くの。なんかさ、車とかでさ、こう乗ってさ、もう寝てれば着くぐらいだったら別にいいんだけどさ、そう、旅行って大体そう行かないじゃん。旅行って、その飛行機だったら空港まで行ってってしなきゃいけないじゃん。で、大体飛行機乗ってさ、旅行行く時なんてさ、夜から行くこと少ないじゃん、朝じゃん。朝移動して空港まで行ってって。新幹線とかに乗る時もさ、駅行ってじゃん。そこがね、めんどくさいんだよね。あ、車で、そう、自分運転しなくて寝てれば着くぐらいだったら、寝てたらもう目的地にすぐ着くぐらいだったら別にいいんだけど。そうなんだよな、移動がめんどくさい。自動車だってさ、車だとさ、だって普通にもう家から出てすぐ乗って、こう、自分が運転する場合は違うけどさ。自分が運転する場合はあれだけど、そ、寝てたら着くじゃん、目的地に。だからいいけど、飛行機とかも言ったらそうだけどさ、新幹線は寝過ごしたりがあるけど、飛行機はさ寝過ごしたりないけど、それね、空港まで行かなきゃいけないかな。当たり前だけど。車買わないな、多分。車は
いや、旅行ね、行ったら楽しいんだけど、行くまでがねめんどくさい新幹線で、いや新幹線で寝過ごしたことはないんだけど、ないんだけどさ、寝過ごしたらやばいっていうのがあるじゃん飛行機はないけど、しながら寝ちゃうことはそれはないですよ。それしてたらやばいでしょそれやばいよ、運転しながら寝てたらやばい事故る。エコバス乗ったことあるよ。エコバス乗ったことあるけど寝れないね、しっかり何時間起きかに起きちゃう。移動も楽しい、楽しい、あ移動中確かに楽しいかもだけど、違うんだよね、その電車とかでもさ、そう移動が行くまでがめんどくさいんだよね、その空港とか駅とかやばいよね言ってることいや分かってるんだけど、あの全然旅行行ったら楽しいし、目的地着いたら楽しいし、予定立てるのも楽しいんだけど行くのがめんどくさい旅行したいと思うけど、思うけど北海道行きたいし、そしたら旅行したいと思うね、北海道、うん、そう旅行したいと思うけど、あれなんだよな、じゃあすぐ行く予定立て行って行こうってなったら行って行くかって言われたらうーんって感じすぐだとじゃあ来週行こうってなってうーんって感じてるまでは楽しいんだけどな。いや別にそれが仕事だったら別に面倒くさいとかないんだけど、特に行かなきゃだから、お仕事だったら行かなきゃだから行かなきゃだからあれなんだけど、そのただの旅行だとね北海道までドライブ車で何日かかるんだろう、めっちゃかかるくない飛行機で行くべきです、手に北海道やそんなに、しかも私そんなさ長距離運転したことなくって、一人で無理だ絶対。できるのはできるよ、免許持ってるからできるのはできるけど、最近あんまりできてないしな、運転うんね、免許はね絶対に取りたくって、そう
18歳になる前から通って社交に10月の終わりぐらいから通い始めて、そうでやったんだけど、でもう11月中に撮りたかったんだけど、いろいろあって12月に伸びちゃった。12月に撮った。でもそのオートマン IT マニュアルじゃない、そのさ、社交ってさ入校式みたいなの出なきゃじゃん一番最初。全然その日に行く予定じゃなかったんだけど、なんかその日確かなんかおばあちゃんとかとお母さんとご飯食べ行ってて、でこのご飯食べ行くのが終わって、その買い物とかも全部終わって、なんかこれからどうしよっかなみたいな、じゃあちょっと社交入校式行こうかなってなんで行ったのいやちょっとなんか行こうかなってなって行った。もうちょっと誕生日だし行けるよねってなって、すっごい嬉しい、それ今日行こうって言った全然行く予定じゃなかったんだけど、その日に行こうと決めて行った。で入校式そんな感じで行ったそうめっちゃ軽い感じで行っちゃった。例えばその行ってなんか資料みたいなのもらって、でその入校式始まる時間よりちょっと前だったのかな、あそうだったっけな、でそうもう一回来てみたいな感じだった気がする。違ったっけ。そうお金下ろしに行って、そのお金自分で社交とかのお金も全部出したから、お金下ろしに行ってもう一回戻ってで出て入校式出てみたいなで次の日から社交通ってみたいな全部自分で出した。免許試験の軽い感じで北海道行けないっしょ。北海道は軽い感じで行けないよ行けない、北海道は無理だ、さすがに北海道はちょっと厳しいな。お金貯めて、そうお金貯めて今までで一番高い買い物、免許買い物っていうほどでもない、そう免許一番なんかそう本命の時になんかねなんか3つぐらいコースがあって3つぐらいコースがあってね、本命なんか路上運転するコースが3つあって、それと駐車のやつ、なんていうのかな、あれなんか右から入るのと左から入る、違ったっけ、そんな感じのやつと、あとそう縦列があって3つあって、そうでもどれか分かんなくって、え違うな、 なんか1、2、3って書いてあったのかな確か、で3が縦列だったんで、縦列が一番得意だったのそれが来たらちょっとやばいなって思ってたんだけどそうでも3引けて、私が引く人でね、なんか一番そのなんか列があって、その列の前に座ってる人がそう引く人みたいな、私が列の一番前で引いたらそれ引けて、数字とクランクとかはね、それあれだね、仮面の時にある、仮面の時ある方やるけど、そう運で重力つけてラッキーだった。でさ、そなんかその人がさ運転してる時もさ、その先生ともう一人生徒が乗るのね。そう私が運転してる時も、そう隣先生座ってて後ろにもう一人生徒の人座ってるみたいな感じなんだけど、
そうで自分の運転が終わってもう自分ちょっと待って画面がなんかまた Wi-Fi がエラー起こしてた。ダメだな、 Wi-Fi の調子が悪すぎる。であと多分充電がなくなるから、よいしょ、 21% だった。Wi-Fi が調子悪いみたい、エラー起こしてた。カメラの位置低く、嘘、低くなったかな、わかんないや。調子が悪い最近。でもこっちの携帯普通に使えてんだけどな。一緒に人が乗ってたところも、ああ一緒に人が乗ってて、あそうで、もう自分の番号終わったから、そう安心しきって乗ってたんだけど、その運転してる人そう失敗しててかわいそうだったっていう話をしてた。そう落ちてたよ。そう終わり方もね、なんかかわいそうだったんだよね。その先生が落ちた時に「あじゃあ落ちましたね」みたいな感じだった。かわいそうだった。私はね、その順列一番得意だ、その駐車の3つある中で全部一発でよかったんだけど、だからさ免許ってさ、あのさ一番最後試験かな受けるじゃん、なんかあの筆記の。あれめっちゃ朝早いんだね、知らなかった。めっちゃ朝早くやるんだね、ちょっと知らなくてさ。引きなんかあるじゃん、丸バツのやつ。あ早いね。でなんかその試験受ける前になんか模擬試験みたいな、その受けにだから近くにさあるみたいな、なんだっけ、なんか練習で受けるやつ、なんていう名前か忘れちゃった。そうお父さんにそうあれ受け行くかって言われたんだけど、え、なんだっけ、なんていう名前でしたっけ、忘れちゃった。もし分かんない、もしからなんか、めっちゃ早くてあれ行くんだったらって。めっちゃ早くてさ、朝家出るのがやめた。いやいいわって言って。行かなかった。いや勝ってるか不安だったけど普通に受かってた。何点だったかな、でも全然大丈夫だった確か。メモったんだけどさ携帯に、どの携帯にメモった、あそっちの携帯か、配信してる方が見れないな。えじゃあえっ違うっけ、多分。ああこっちの携帯だ、見れないわ。ちょうど帰った後だ。
そう、速すぎて高加速、高加速ってかな、なんか一番最後試験受ける前になんか練習みたいなやつ受けに行かなかった。あ、そう、記録なんか残して、携帯メモった、確かメモんなかったっけな、メモった記憶があるんだけど、こっちは思ってないけども、こっちあれなんだよね、そう、社交に行ってるタイミングで、そう、確か変えたの携帯を、 これに、そう、だから多分こっちの配信してる方の携帯でメモってあるわ、こっちじゃないわ。点数免許はね絶対に取りたくって、取りに取った、すぐ取った、怖い教官、あの見た目ちょっとすごい怖そうな先生と結構いたけどいたけど、私の担当の先生ではなかったよ、あのなんかそのでも学科の先生かな、学科の先生、怖そうな先生がいて、怒られたことはなかったけどね、怖そうだった。車欲しくてもいいけど、いやそういうわけではない、別に車欲しいとは思ってないんだよね、今もそんなに車欲しいわけじゃない、自分の車、え、免許は絶対いるでしょうと思って、その身分証にもなるし、免許っているなと思って免許を取った。別に車が欲しくて取ったわけではない。でも今別にいらないんだよね、自分の車はそこまで困ってないし今。でも免許欲しかった、運転したいのもあったし、自分の車が欲しいわけじゃないけど運転したかったし、それで、運転うまい、いや運転そんなにうまくないそんなしてないからね最近、うまくはないけど、そんなにうまくない高速一回しか乗ったことない、教習の時に全然乗ったことないや、片道だけしかも教習中だから、その一回だけ多分ね、その自分の車じゃないからね乗らせてくれないんだよね多分高速多分ねそう、でも自分の車がそんなに欲しいわけでもないからあれだけど、そんな高速乗りたいから買おうとはなんないけど、待って、なんかさこれ、あ、びっくりした、扇風機の下の滑り止めなくなってるって思ってたんですよ、下の部屋のとこくっついてた、あとは普通に仕事をくっついた、剥がれて、あ、剥がれちゃった、車はね本当に詳しくなくて全然知らないこすって言われてる、いやね多分ね、あの保険に入ってる、保険なんか入ってないから私がその車のだからかな、カレンちゃんとかミサって免許持ってる、カレンちゃんとミサ持ってるはず、持ってると思う、
そう、なんか2台あるんだけど、大きい車と軽自動車あるんだけど、大きい方はね、そう、絶対にさせてくれないね軽自動車の時だけ運転するぐらい。ひなこ、ひなこ持ってないよ、まだ。え、まだ持ってないはず。取るのかもわかんないけど、自分の車欲しいと思わないんだよね。そんなに頻繁に運転しないから多分車買ったところで頻繁に運転しなさそう。なんか毎日に運転するんだったらいいかもだけど、しないからな絶対に。傷つけたこと、いや多分ないと思う、多分ない。海道のドライブ、いやいいや、知らないところドライブするの怖いよ普通に怖いよ何て慣れてないからな本当どうになるチャンス、アウトだただいいかな。アウトドア、そこまでそんなインドアでいいかも別に。アウトドアそんなにやりたいわけでもないかも。絶対慣れないわ私、無理。県内だけど、県内の人から大分の人運転荒いって。ああ確かに聞くね、大分の人運転荒いって聞くわ。え、なんだっけ、なんか普通の道路の最高速度何キロ、どこだっけ、あれ60だっけ、普通60、合ってたわ、よかったよかった。危ない60キロじゃん。で普通書いてないじゃん。書いてなかったら60キロじゃん。こう最高速度60ですよみたいな。書いてないの。書いてなかったら60キロなんだけど、大分は書いてあるっていうの聞いたことがあるんだけど、わかんない。普通書いてないらしいんだよね。え、わかんない。合ってるの？その県外のこと知らないからさあれなんだけど、え、そう60、でもなんか地面に書いてあったり標識に書いてある、普通に書いてある、あれ
そう聞いたんだけど私は。誰かが言ってた、どこの先生だっけ、なんか先生か、いや先生が言ってた気がするな、社交の先生が言ってた。そう聞いたんだけど、向こう置いた人は運転が確かに荒いっても聞いたことあるわ。知らないけど本当か。本当か知らないけど聞いたことある。わかんない、でもその県外の知らない。そんな見ないからな、道路とか行って。わかんない、でも先生が言ってたんだよ本当に。あ、でそうなんだと思ってた。クマ注意みたいな珍しいかも。クマ、山の方行ったらあるかもだけど普通には見ないね。珍しいカモでしょ、そんな見たことないよ。馬注意、馬注意見たことないよ。山の方行かないとないじゃないですか、何々注意みたいな。なんかの動物のその標識は見たことあるけど、わかんないよ。何だったっけな、何書いてたか忘れちゃった。何書いてたかも覚えてない。え、それぐらい見ない、そんな置いてても。山の方行かないと。いや馬見たことない、大分で。野生の馬とか見たことないな、見たことないやつ。都内はね一瞬だけしたことある、本当に一瞬だけ運転数メス、うん本当全然ほんとちょっと1キロもしてない運転、ほんのちょっとだけ。いや怖かったね、まあ普通に。ただね、ほんとにちょっとだけだけど。え、本当私車本当に分かんなくって、分かんない。車ね本当に分かんないんだよね、これ種類も全然知らないし、え本当に分かんない。免許取る、免許も持ってますよ、持ってる。持ってるんですよね、結構前に取った。ほんと車は全然詳しくない、ほんとにわかんない、全く。この車乗りたいもないだから、この車乗ってみたいもないし、どんなのがいいもない。
黒色、車、え、わかんない、黒何色がいいんだろうね。でも黒、黒かな。なんか傷がついたら分かりやすいって言ってた、お父さんかお母さんが。違ったっけ、黒だっけ、それ白かな。どれだっけ、忘れたけど多分黒。でもね、ほんと車分かんないよ、どれに乗りたいとかも本当になくって。車買う予定もないんだけど別に。車いらない、今のとこいらないから。いいんだけど、軽自動車で最初に、いや車買わない、買わない。でも軽しか乗ったことない、買わないけどね車。だって買ったところでもそんな乗らないもん。買わないけど、欲しいと思ってないから今。バイク、バイクもいいかな。バイク確かにかっこいいけどね、かっこいいけどいいかな。バイク普通に怖くない？お父さんとお母さんがバイクの免許持ってるんだけど、でもお母さんはそんな乗ってるとこ見たことないな。私生まれてから乗ってたのかな、それすらも知らないよ。お母さんなんかでもバイクかっこいいと思って撮ったって言ってたけど、結局もう乗ってないもん。お母さんもうだから乗れない。お母さんは、お父さんは最近全く乗ってないんだけど、ほんと車しか乗ってないもん。バイク前まであったんだけど、何年か前までもうない、家にもう乗らないから多分。普通にバイクでお父さん怪我してたりとかしたから普通に怖いんだよな、自分で乗るの。バイクの後ろに乗ったこともあるんだけど、曲がる時とか結構さ、地面近くて怖い、地面近くて怖かったからちょっといい、いいな、私は。いいや、なんか入院するレベルの怪我はしてないけど、お父さんなんかね、目の前に猫がいたらしくて、その猫がいたやばいと思ってこう避けようとして、なんか何したの、ブレーキなんだろうかな、わかんない、何かしてなんかバイク一回転したって言ってた。違ったかな、忘れちゃった。あ、そうだ、猫にはぶつかってないんだよね。病院入院するような、なんか怪我はしてないと。え、違ったっけな、何の時だっけな、その時かな、なんか一回転なんか聞いたことあるけど、でもめっちゃ昔、10年以上前。それから、あとなんかこうお父さんの話かな、忘れちゃった、もう結構前すぎて、10年以上前ほんと。でもあ、なんかトラックの荷台のとこに乗ったみたいな話も聞いたことあるけど、わかんないよ。わかんないです、覚えてないや。あ、でも今乗ってない、お父さんバイク。マイクで顔隠してる、どういうこと、マイク、どんなバイク乗ってたかな、もう覚えてない。本当に結構前で乗ってたの、私が小学生ぐらいの時多分乗ってた、中学生入って乗ってたかな、覚えてないや。
覚えてない。小学校の時に遅刻しそうな時に「じゃあお父さん送って」って言ったらバイクの後ろに乗せて割って行ったりとかはあったいやそれで怖かったんだよね。曲がる時地面近いじゃんバイクって、こう倒すからさ車体。うん、怖い普通に。そうバイク乗せてもらってヘルメットつけてみたいなそう後ろに乗って、いやいいから私はバイクの免許は。怖そうバイクは持ってるんだけどね、両親持ってるけど、いや私は言ってるけど、そのバイク、え、バイクかっこいいよって言われるけど、お母さんとかから免許取るだけとかだったらいいじゃんって言われるけど、いや怖いんだよな、事故りそうだし、事故りそう、わかんないけど事故ったら怖いじゃん車だったらさ、最悪事故っちゃってもさ、めっちゃ大きい事故じゃない限りはさ、あれだけど、そう、お母さん持ってるんだよね、バイクの免許。お母さんはその女の人がバイク運転するのかっこいいなって思って撮ったらしいそう、でも今乗ってないけどもう今誰もバイク乗ってない家にバイクすらない、原付もあと原付もない本当に一人乗ってないんですけどあ、お父さんとツーリング多分してたんじゃないかな、知らないけどそんなに違った方、わかんないや。でもお父さんの、お父さん大きいのに乗ってたイメージはある。でもそれが中型か大型かは分かんない、知らないお父さんでもツーリングしに行ったりとかしてたよ時々、10年ぐらい前そんぐらい前、私が小学生の頃会社の人と行ったりとかしてたけど、もうほんと最後に乗ってたの見たのいつだろう、わかんないよ。家に最後にバイクがあったのもいつかわかんない。中学生の時あったかな、私が高校生になってからないんだよね。気づいたらなくなっててバイクがそう、あーなんか売ったのかなぐらいに思った。免許すぐ取るの、免許すぐ取る。いやね、免許はね、私がねただ単に欲しかっただけ。すぐ、そう、免許は お母さん面白い。お母さんちょっとねどんくさいからお母さんちょっとどんくさいんだよね。あのそのバイクの免許のなんかちょっと安いところがあったらしくて、他のところに比べてそこで取り行ったらしいんだけど結局その免許取る乗り越しちゃってあんま変わんなかったって言ってた そう、それはね家族で話してたらね、お父さんが大体入ってきて「いやそれ普通に取れるよ」って言って「お母さんがどんくさいだけだよ」みたいな絶対言ってる普通の人だったらね取れるよってそんな感じ。いつもお母さんちょっとどんくさい妹もそんな感じだね、確かに。
合宿、いや合宿じゃない、合宿じゃなくって普通に通う感じのやつで、なんか他のところにも安いところがあったらしくて、そこに行ったんだけどみたいな、結局乗り越してあんま変わんなかったって言っちゃった皆さん変わってるんだよな、ちょっと妹どんくさいもあるけど、妹ただ単にポンコツなんだよね妹たちはポンコツ、どんくさいもあるけど、妹は高校生の妹どんくさいけどみんなポンコツいやこないだね、その弟と話してて、24時間テレビがあった時かな、2班話してて、いやびっくりして一緒にエピしてたんだけど、その時に24時間テレビって何時間あるんって聞いてきて、いや24時間テレビは24時間でしょってびっくりして、なんかちょっと前かになんかその特集みたいな、24時間テレビのなんか特集かな、なんか特番みたいなやってたらしくて、それ見た時になんか2時間か4時間みたいなだったらしくて、この間番組を見た時そんぐらいだったからさって言ってきて、いやそれはあれでしょみたいな、なんかその24時間テレビの放送がある前にやってるやつでしょみたいな、特集みたいなやつでしょって言ってびっくりした。24時間テレビって言ってるじゃんってびっくりした。あ、確かに実際は長いけど24時間より知らなかったみたいちょっとみんなポンコツ この T シャツは25時間、これ違いますよ、これ普通の、違う T シャツ ちょっとね頭が弱いんだよな、私の妹たちは高校生の妹そうこないだ言ったけど、カシオレ、カシスオレ、カシオレのことのぶどう味がする飲み物って聞いてきて、絶対ないでしょと思ってそれはどっから来たのと、カシスとオレンジって言ってるやんと思ってそのアルコールが入ってるのは飲んだことがないけどさ、私ノンアルコールのカシスオレンジってあるじゃん、ジュースの方のあれは飲んだことあって、カシオレ、カシオレかな、なんかわかんない、そんな感じのやつ、カシオレだったっけ、え、ちょっと待って覚えてないな、なんかそのオレンジ系の、でもなんかオレンジジュースじゃないでしょ、なんか何かとこう混ざってるやんジュース、カシオレかな、アルコールじゃない、なんかジュースの方のそのやつ飲んだことがあって、違ったっけ、忘れちゃっためっちゃ前に何回かしか飲んだことないんだよ、なんだっけ、カシオレジュースの方のなんかあるよね、そういうやつ、わかんない、なんかオレンジに何かがカシス、え、なんだったっけな、忘れちゃった、でもなんか近い感じのやつそうジュースで普通に飲めるやつ、未成年でも、なんかそれなんかそういうジュースがあって、
どう考えてもさ、ブドウの味しない。妹多分飲んだことないのかな、ジュース系でも、ジュースのやつでも。わかんないけど、なんかそのノンアルコールのジュースのやつで、そうオレンジじゃなくてオレンジとなんか混ざってるやつ、カシスかな、でもなんかそっち系のやつが混ざってるやつ、ブルーベリーとかそういう感じの、ちょっと忘れちゃったんだけど、そう飲んだことあって妹ないのかも。でもそのブドウ味って聞いてきたことある、びっくりした、絶対違うでしょカシスジュース、カシスジュースは私飲んだことないな、カシスだけ。私になったらお酒、私になったら飲むでしょ、私たちになったらそれは飲むでしょ。カシスのブドウ、カシスブルーベリー系じゃないのあれって、いやまあ、わかんないんだけど、そんなにカシス単体で飲んだことないから、なんかブドウっていうよりブルーベリーみたいな感じかと思ってた。でもブドウの味はしないよね、カシオレえ、オレンジも入ってるから妹ちょっと変わってる、ポンコツ中学生の妹もそんな感じ、高校生の妹よりかはそんな感じのこと言わないけど中学生の妹も変わってる。カシスソーダ、飲んだことないな、普通にそれジュースでってことだよね。もしになったらその日の、わかんない、でもその日飲むかな、でもその日ねお話し会があるんだよね当日、わかんない、誰とお酒飲みたい、誰と、誰と飲みたいかな、でもまずお母さんとじゃない、お母さんと二人で、お父さん飲めないからでお母さんもそんな強くないって言ってた、強い方じゃないからって言ってた、この間お父さんは全く飲めないから強いように見えるけど強くないって。ひなこ飲めない、ひなこだってアウトだよ、飲めないもん、だって私がひなこは1個下だからね、来年だね、来年もひなこ、来年もじゃないわ、来年でもひなこ二十歳なんだね、早いね九州だから連れて行って、それは偏見だよ本当に、お父さん九州だけど一滴も飲めないからね、本当に一滴もって感じそう、一杯飲めないっていう、一滴もってかそんな感じだから、お父さんとは飲めないてかお父さんお酒飲んでるの見たことないんだけど、本当に飲めないからさ、料理酒で酔うレベルだからな本当飲んでるとこ見たことない、お母さんが飲んでるとこしか見たことない、やばいよね、料理酒でやってた、
その辛めに入ってる料理じゃん。お父さんはエスキモ。エスキ。あ、そうだからそのバレンタインの時もそのお母さんがさ、なんかかスーパーじゃないな、なんかさそういうさチョコのさ売ってるとかエリアみたいなできるじゃん。なんていうの、こうお店でその。それでさお酒入りとかが結構あったりするじゃん。あ、そうバレンタインの時、バレンタインの時できるじゃん。あ、そうデパートデパ地下なんかデパートとかであるじゃん。だからお酒が入ってるの絶対に選べないから、そう意外と難しいんだよねあるけどさお酒入ってないのも、なこれ良さそうって思ったやつ結構入ってるのが多かったよ。お酒入りですって書いてあったりとか、お父さんそうお母さんと大体選ぶんだけど、お母さんと一緒にそうお母さん買うのについていってみたいな、一緒に選ぶみたいな感じなんだけど、嘘これ入ってないよねみたいな見たりしてお父さんにあげるの、弟とかにあげるのはさ、弟にあげるのもそうやって買ったりするんだけど、お母さんがお母さんからみたいな感じで買ってみたいなだけどそのさ子供のやつってさ、そのなんか見た目がさ、そのなんか恐竜のとかだったりさ、そのキャラクターものとかだったりするのはさ絶対に入ってないじゃん。だから選びやすいんだけどさ、その大人向けのやつってさ良さそうと思ってて、お酒が入ってるのもなんか含まれてたりとかして、意外とね選ぶの難しいそうあるもん、いやこれ良さそうじゃないって言って見てみたら、あお酒入ってるわって言ってあこれダメだって言ってあ、甘酒はねお父さんいけたはず。ものによるかな、でもあいけたっけ、飲んでたっけ、え待って微妙だな、飲んでない気もするな、あおまま覚えてないや覚えてないお酒はってさ、ちょっと普通にさ、普通店でも飲めるようなやつあるじゃん、めっちゃ動画入ってるのもあるだろうけど、入ってないのがあるじゃん、こういうのだったらいけるんじゃない？お父さんチョコレートは好きじゃない、てか甘いもの好きよお父さん、甘いもの好き、お菓子とかめっちゃ好き、お父さん。そうなんだよね。そう結構大人数の家族あるあるなんだけどさ、こう自分が買ったものとかさ、自分が買ってもらった食べ物とかスイーツとかさ、そういうのこう名前書くのね、食べられないように。誰に食べられるかってお父さんなんだよね、書いてないと食べられるのお父さんなのえ大体他の人とかは勝手に食べちゃうこともあるけど、えこれ誰かなみたいな、これ食べてもいいみたいな聞いて食べるの、お父さん勝手に食べてるので、ひどい時は名前書いてても食べるからねお父さんなんだよね食べるのそうお父さん、そうや、お父さんが怒られてるのよく見る、妹とかにこれ食べたでしょみたいな見るそう言われてるの大体お父さんそうお父さんなんだよね、書いてないと食べるの、アイスとか勝手に食べちゃう
いやチョコボールとかさ、お父さんがさ大量に買ってきてくれて、箱買いしてきてくれてさ、こう冷蔵庫とかに入れるね、溶けないように。で入れてたら気づいたらめっちゃなくなってて、誰が食べたのかなって思ったらお父さんいやみんなで食べようぐらいの感じなのに、お父さんがほぼほぼ食べてる。え、その名前書いててもね、食べる時あるんだよね、時々。え、見えなかったとか言って勝手に食べてるから、妹とかがめっちゃ怒ってるの見たことあるもん。そう、お父さんなんだよね、大体そう言って食べてるの。そう、スイーツとか食べてる。うん、お母さんの若い、お母さんね、逆に名前書かないんだよね。お母さん別にそういうの、お母さん気にしないお母さんはね、名前書かない。名前書くの、そう、兄弟だけ、私たちだけ。お母さん、お父さんの名前書かない。うん、おばちゃんのお金がラム入ってるから、ああどうだったっけな、最近飽きないから分かんないけど、食べてたっけな、覚えてないや。いやでも、いやでもね、いやお菓子系は多分いけるんだよな、お菓子系の。生チョコもラム酒入れるんだけど、生チョコ普通に食べてたもん。それはいけるの、そういえば、そういえば入れてたわ。生チョコバレンタインの時大体作るんだけど、普通に食べてた気がする。加熱してアルコール、いやね、アルコールそんな飛んでないと思う。生チョコ、チョコ溶かして生クリーム入れて、でラム酒だから飛んでないと思う。その少ないけどね、どうせお菓子用のやつだから、風味付け程度だからそんなに強くはないけど。でも普通にみんな食べれるぐらいだからそんなに強くない。 Wi-Fi？ え、何？え、止まってる今。え、私の画面普通に動いてるんだけど、一瞬止まった？やばい、全然気づかなかった。今動いてる。あ、もう大丈夫ないか。あ、止まってた。いや、全然気づかなかった。あと久しぶりにぷよぷよしようかな、配信終わったら。ずっとね、ほんと最近エペしかやってなかったんだけど、ちょっと今エペのモチベが低いからちょっと低いから今ぷよぷよしようかな、久しぶりに。そう、なんかもう最近なんかもう強すぎて周りが倒せなくって、なんか沼ってるからさ、アルピー漏れないし そうだ。でもね、エペの配信は見たりとかしてんのよ、上手い人がやってるのとか見たりしてるし、そう、飽きたわけじゃないんだろうけどなそうなんだよな。上手い人たちの見てるとさ、余計にさ自分ができないからさなんか違うってなっちゃうんだよな。
そう、なんかもう普通になんかめっちゃ上手い人の配信、なんか最近見てる人の配信、それとプレデターでプレマスターで普通にめっちゃチャンピオン取ってみたいな、昨日かな、昨日の配信、今日の朝ぐらいまでやってた配信見てないんだけど、全部は途中しか見てないんだけど、最後の方なんか10連チャンピオン取ったみたいなの書いててびっくりしたびっくりした。そう、見てないんだけどね、そこはプレマスターで10連チャンピオンやばすぎるなんか3日で1万何千 RP 持った、3日でそんな1ヶ月やっても取れるか分かんないって、そんな RP すごい。そう、最近ねちょっとダメなんだよな、全然ダメだわ、できない、沼ってる、うん、フォートナイト、フォートナイトはね多分ね無理なんだよね、容量的に入れれない、そのダウンロード系はちょっと厳しい、 PC 買ってからじゃないと無理だわ。でもフォートナイト多分しないな、難しそう、エピよりむずそう、新しいゲームしたいかも、それか。オーバーウォッチが始まるから今度。10月ぐらいだっけ。オーバーウォッチしたい。あとバロー。ん？違う。でもね、毎日のように見てるよ、エペの配信。誰かしらの。いろんな人も。逆に最近あんまトロちゃんの配信見れてないよ。配信してるのは知ってるんだけどツイッター見てフォートモーニング、フォートモーニングって何、何それ、スナイパー、スナイパーやめたんだよ私、やってない最近全然、最初の頃しかやってないスナイパー。ふーちゃん最近切り抜けしかない、切り抜け、あー私これいつだっけな、昨日、昨日か、昨日見た切り抜き、トロールちゃんの、そう、なんか実はお嬢様じゃなかったみたいな切り抜き、ケンキさんっていう方とトロちゃんが一緒に配信してるやつの切り抜きを見てた。大事なドラキ公演か、大事なドラキ公演は6だよね、前日に練習する、めっちゃやる、一日使ってやるから、一日使ってできるわ、やる、めっちゃやるから大丈夫その抽選でプレゼントしてしないよ、しないよ、私の椅子がなくなるじゃん私の椅子がなくなっちゃう、しないです一日できる、この間めっちゃさ、私の中で最近出た、めっちゃ最近って感じだったけどさ、なんかもう1週間ぐらい前みたいな感覚だけどさ、結構なんか思ったより経ってるよね、2週間半経ってるよね、まあでも最近な感じする、いける気がしてる、だから前日にやって、でも一声だよね、一声公園だから、まあ、当日の朝もできるし、大丈夫、
今日はぷよぷよしよう。エペするかな、微妙だな。カジュアルやろっかな、久しぶりに。やってないからな、ランクしかやってない。ほんと最近カジュアル1個もやってない。カジュアルその前だな。梨はもう梨もらってない。もらいたい、欲しい、あれ食べたい鳥取の梨もらいたい。今日お昼ね、配信しなかったんだよね。そうだからちょっと今日長めにしてる今梨ね、梨最近好き1日でいけるんだ、ピコね。1日でいけると思うけど、いける。でも全然覚えてない状態、ほんと何ヶ月かぶりとかだったら2日ぐらい、2、3日前ぐらいからやりたいけど、この間やったから。ラストやってみたい。ラストね、ストリーマーさんもまたやんないかな、見たいんだよね普通に。めっちゃ面白かった、またやってほしい。そば毎日見てたもん、やってた時ラスト面白いよね。そう、ストリーマーさんのやつしか見てないけど、逆に普通の公式サバのやつ全然見てない。配信してる方いるけど、トリマーのやつしか見てない。マイクラフト、マイクラはね、私はそんなに興味がなくって見たことないや。なんか弟と妹がハマっててやってるのは見たことあるんだけど、私はやったことない。早く PC 買わなきゃだな。 PC でもいつ買おう、ほんといつ買おう、マジでいつ買おう。いつ買おうって感じなんだよ。どうしようかな、次のドラキュアって。いや、ドラキュアってはね、違うことがあるから買えないんだよな。って知ってたらショールームイベントが始まって、その予定通りに、あの書いてた予定が変わってなければ、予定通りに始まれば始まるのよって知ってたらでそれが終わったら、それが終わったらってか、もうショールームイベントが終わっても、か終わってもそのコンサートのなんかレッスンだったり理科だったりがあるでしょ。いつ買おうって感じ、本当にいつ買おう。マジでいつかは、いやさ、買ってもさ、届いてからこう設置とかしなきゃいけないから、そうめっちゃレッスンがある時に買うのはできるかもしれないけど、届いてからなんだよな、届いてが設置できないとな。今、いや、もうなんかもうちょっとね、悩みたいんだよね。で、 B コインあるから、今度 B コイン終わってもちょっといろいろあるからさ、すぐ買えないんだよな。買いたいんですけど、私は全然買いたいけど、しないといけないことがいっぱいあるからってしてたら10月になりそう結局10月に買うとかなりそう。買いたいけど今月中に。PC の設定とか、設定とかはね、なんかいろいろ見て自分でしようと思ってるけど、書いてる YouTube とかネットとかで調べて、ネットで買う、いやネットで買うつもりだよネットで買うつもり。
PC まだ決めてないんだよね。じゃあいろいろそんなに見れてないからいろいろ見て決める。うん、お店に行って話聞いた、この間聞いた、聞いたけど、そうなんだよね、まだ迷ってる。その PC には多分しないんだよな、違う PC にしそう。いつかを分かんない。うん、そうネットで買って、でこう置いて、いろいろ置いて設定して、だから丸一日ぐらいないとな。あの何日かに分けてしたくないんだよねもう一気にやっちゃいたくって年末セール、いやありそうだけどそこまで待ちたくない年末、いやもう今年中に使いたいもん普通に。今年中に買って使いたい。モニター、アーム、モニターとりあえず1画面でする予定だから、アームはつけない予定でいるけど、なんかねアームねつけるにしてもね、なんか挟むタイプのやつじゃん、だいたいアームって自立型もあるけど、自立型はね置きたい場所の幅が合わないのと、挟むタイプは挟む場所がないっていうのと、挟む場所はあるんだけど多分無理なんだよね、このここじゃ挟めない。説明しそう、いやね、あのそこのお店で、そのお店のオンラインで買うつもりではいるんだけど、もうちょっとねスペック高いの買うつもりなの。うん、55分ありがとう。13位からランキングいますね。13位、風と海とさんありがとうございます。12位、バトニーさんありがとうございます。11位、ダブルバイアットマーク影の守護神さんありがとうございます。10位、ロビーさんありがとうございます。9位、ムムさんありがとうございます。8位、お豆さんありがとうございます。7位、筋肉愛好家さんありがとうございます。6位、香港の春マットマーク京かわいさんありがとうございます。5位、まるさんありがとうございます。4位、にゃこさんありがとうございます。3位、黒猫のジジかっこしんさんありがとうございます。2位、としのりさんありがとうございます。そして1位がラボーナさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。明日の配信、明日の配信お昼にできそうだったらしようかなお昼過ぎぐらいにできそうであったらできするかもだけど、できなさそうだったらね、今日よりもうちょい遅い時間になりそうかも。でも始めるの、でも夜普通にやってる、11時台には確実にやってると思う。早くなるかもだけど、わかんないや。
日もする確可能性はあるか分かんないけど、あげる。ちょっと低いけど、やるか分かんない、微妙。あったらいいなぐらいに思ってて、ラッキーぐらいで。遅くない？遅く、いや、うん、遅く？夜はしてると思う、11時台にしてると思うけど、今日何時、10時過ぎぐらいに始めたよね、今日。今日よりは早く、今日ぐらいの時間にするかは分かんない、遅くなるか、今日よりは遅くなると思うってこと。23時台にはしてると思う。昼はするか分かんない。よっ、PC をね、また時間があるときに買おう。今月買えるかわかんない、微妙だな、買いたいけど。この後はぷよぷよします。久しぶりにちょっとぷよぷよやって、でも多分すぐ飽きちゃうからやっぱやるかな。なんか新しいレジェンド使おうかな、ほんと新しいの。最近シア、シア使ってる人よく見る、配信してる方、配信私の見てる方、シアとか、シア、シアホライゾンブラハとかの構成で使ってる。シア多いよね、シア。難しそうだな、シア。シア持ってないから買うのもあり。コイン溜まってるから今ゲーム内の。ちょっと後でやってみようかな。59分だ。じゃあ明日もお昼はするか分かんないけど、今日しなかったからない。お昼はちょっと微妙だけど、夜は23時台には多分やってると思います。じゃあもうちょっとで切れちゃう、あと20秒ぐらいなので、お昼はそうやってたらラッキーぐらいの感覚で。じゃあありがとうございました、また明日。おやすみなさい。バイバイ。また明日。バイバイ。おやすみ。